うわ、マジ。え、慣れてんの？あんま言いすぎるでね。あんま言いすぎる。マキ。マキ、これ取れないか。一球ボール。セカンド。マキの横抜けていく。それ取れないか、マキ。この時期に知るだけだいぶ、いい方なのかもしれないけど、マキ取れないか、それ。え、気持ち、気持ち、やってきました。一番、佐野啓太じゃないよ。今日の本題は、週5マキ。ということで、今日はね、週5マキ使っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、打撃能力に関してはね、ほとんど変わってないんで、今回そこじゃないんですよ。今回のマキ選手でアップデート注目ポイントは、なんと言っても守備能力なんですよね。そう、守備がね、もう2年ぐらいね、入団から時が経て、やっと守備上がってくれたんで、それを使っていくんですけど、これはファーストライナー。さあ、2打席目回りそうです。ああ、回りませんでした。さあ、イニングまたぎましたが、回ってきました。大丈夫。そうね、寸前、一番外、自分でもびっくりしたわ。自分で組んだんだけど。ちょっとね、寸前で切られちゃったんで、2打席目やっていきますよーっと。オッケー。さあ、相手カスティーヨか、あんま球種がわかんないけど、多分シンカーとか通るでしょ。うわ、めっちゃストレート投げてる。そこね、そこ俺苦手。すごい苦手。投げてこないでほしい。おい。この普通のね、全力でもないストレートって一番強いんですよ、このゲームで。だからだいぶ、難しいね、これ打つの。いや、相手の人ちょっと配球うまいわ、これ。まっすぐ行ったか？レフトは？ボール際？ボール際？風に流させて入りました。これが、マキの打力。まあ、これも皆さん知ってると思うんですけどね。もう使いやすさもありますし、もう飛ばす力もありますし、ミートとのね、バランスもいいですし、もう文句なしでね、打てるんですよ。いや、ナイスバッティングすぎ、マジで。さあ、またランナーなしですけど、回ってきました。なんとかね、チャンスで回したいんだけどね。なかなかうまくいかなくて。まあ、でもいいんだよ。ランナーなしでも打開できる。もう打点をね、目指せる能力してますけどもね、やっぱ打開能力もね、あるんですけど、まあ、2発目、2打席連続。やばいよ、マキ、もう打撃能力。いや、もうちょっと打撃がやばすぎる。もうこれ守備なんで、今回。守備界なんですよ、こう見えても。ほい。打撃第3打席回ってきました。片目打ち出たね。片目打ち持ってんの、マキ。この人ね、今気づいたんだけど、ほら見て。全球ストレートなんだよね、この人。だからね、狙っていくよ。タイストレート行ったか ?3 本目 ?1 試合 ?3 打席レス。いや、飛ぶね、打球にしても、ストレートしか泣いてこねえもんな。いやいや、この人ね、なんか、このね、真ん中の高さに永遠に投げつけ、おっと、宮月行くのか行くのか行ったすげえ弾道ということで、あと1試合行こうか。ラスト1試合。ラスト試合やっていきます。よろしくお願いします。不調でさえ、案の定、不調来ました。ですけれどもね、まあ、マキ選手不調でもね、ミートいいパワーシーはね、あるということで、全然一発狙えるけれども、ちょっとボール臭い球、持っていく。ちょっとね、持っていく能力ありすぎ、マジで。ちょっとマキで盗塁できるかやってみようか。2球目いくよ、2球目。いくよ。おあ、シャンシャンシャンこれは何なんだ？これ盗塁と言っていいのか、これは。よいしょ。さあ、諦められちゃったんで、今度こそラスト、めっちゃスライダーもいいな。今度こそラスト試合。順平ね、順平打つよ。まあ、順平打ったら本物でしょ、さすがに。よしよしよし。さあ、マキ選手ね、守備の回ですけど、打撃、ちょっと負けそうなんで打ちます。マキ、こういう時に打つんだよ。うわ、やば。あー、無理。マジ、空いてる人ね、バカうまいんですよ、マジで。ちょっと、やだ、やめて。あー、もう。まずい、負けそうです。藤井荒野です。藤井、行こうやそんなのんきなこと言ってもないの。本当に打てないの、これ。本当に打てないの、このピッチャー。もう三浦政権だから、だいたい飛ばしてします。おー、落ちる、落ちる、あららら、落ちる、落ちる。よし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 。あるぞ、マジで。ここ、勝負の初球見ます。よし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 。球重すぎ、押すな。うわー、やば。もう無理ゲー、マジで。ちょっと今日全力勝ってないんだよね。カットボールセンターへ抜けてくれ。よっしゃ抜けた。よしよしマジであるマジである。関根に託したい。ここ引っ張ってけ関根。うわ、はいや、何今の。ああ